はいどうもこんにちは、 GTMAX ガジェット部ゆたかです。今回はね、 Amazon タイムセール祭りのおすすめアイテムを紹介してみたいと思います。 GTMAX、 今回紹介するものは GTMAX ガジェット部のブログにまとめてありますので、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらもご覧ください。よろしくお願いします。タイムセール祭りでやるべきこととしては、ポイントアップキャンペーンにエントリーをしてください。これ1万円以上の買い物をするとポイントアップするので、必ずねエントリーしましょうね。注文決済はアプリでやるとよりポイントアップするのでおすすめですね。それではね、早速おすすめアイテムを紹介します。まず最初にリングスティックアップカムバッバッテリーとエコーショー5のセット販売のものですね。こちらね、人気があるねリングのカメラですが、エコーショー5とセットで買うと別々に買うよりもね2000円安くなるので、一気に揃えたいなって人はね、このセット買いねするといいんじゃないかなと思いますね。次は Amazon エコーバッツ第2世代です。こちらノイズキャンセリングがついた完全ワイヤレスイヤホンですね。ワイヤレス充電に対応したモデルのみ安くなってるんですよね。こちら6000円オフ 40% オフの8980円で売ってます。どこまで安くなるんだっていうような感じのね状態になってますね。ミッド寄りの感じの音で、割とマイルドな感じな印象を持つ完全ワイヤレスイヤホンですね。こちらレビュー動画もあるので、そちらもね参考にしてみてください。次が Amazon Fire TV Stick 4K Max です。こちらは2000円オフの4980円で売ってます。これ 4K 対応じゃなくてもいいっていう方は2980円で売ってるんで、まあ、いやすごい安いっちゃ安いですよね。今回の目玉商品ですね、ユーグリーンのハイチューン T3 です。こちらは定価も安いんですよね。3999円のところ 35% オフ1400円割引で2599円で売ってるんですよ。動画のタイトルにもある通り、この2599円でノイズキャンセリング対応してるっていう、しかもちゃんとしたアクティブノイズキャンセリングなんで、これはすごいっすよね。ユーグリーンはね、前紹介した X6 もね、安い割に結構音良かったんで、これちょっと興味あるんですよね。もしかしたら買ってレビューするかもしれないですね。安くてノイキャンに対応してるねワイヤレスイヤホンをね探してる方はね、おすすめです。で次、こちら。これもまあ目玉っちゃ目玉なんですよね。多分2ヶ月ぐらい前に発売されたアビオットの新作完全ワイヤレスイヤホン TED-01V です。こちらはノイキャンとマルチポイントに対応している完全ワイヤレスイヤホンで、発売してね、すぐな状態でもう割引になってるんだよね。すごくお得ですよね。普段 11,990 円で売ってるところが 19% オフ 2,278 円割引の 9,712 円で売ってます。僕はアビオットは安めのイヤホンばっか買ってるんで、この1万円オーバーのやつがどういった感じの音なのかっていうのね、ちょっと興味あるんですよね。だいたい同じ時期に発売されたアビオット TED-01Q2 ですね。これも割引になってますよね。 TED-01Q も割引になってるんですけど、まあ、300円ぐらいしか変わんないんで、だったら Q2 買った方がノイキャンの機器とか、あと音のバランスなんかいいんで、 Q2 買った方がいいんじゃないかなと思いますね。 19% オフの1505円割引の6415円で売ってるんで、お得ですよね。アビオット TED-01Q2 のレビュー動画ありますので、そちらもご覧ください。で次はモバイルバッテリーですね。 CIO のモバイルバッテリーが2つ出てきます。まずは CIO スマートコビーデュオ 20W 1万ミリアンペアワーですね。 USB Type-C が2ポートあって、合計最大 40W のモバイルバッテリーなんですよね。これいいところはね、1ポートにつき 20W ずつなので、スマホを2台つなげたとしても両方とも PD 充電できるんですよ。これかなりね便利だと思いますね。サイズがコンパクトで重さも軽いので、今年出たモバイルバッテリーの中では一番いいんじゃないかなと思ってます。スマホみたいなねワット数使わないやつだったらもうこれで十分です。で次が CIO スマートコビートリオ 65W 2万ミリアンペアワーです。タイプ C が2つ、タイプ A が1つの合計 95W のモバイルバッテリーですね。ワンポート最大 65W まで出るので、 MacBook Pro とかでも使えるモバイルバッテリーなんですよね。ある意味旅行なんかだとこれ1台だけ持ってって行けば十分っちゃ十分なんですよね。2万ミリアンペアワーはこれね使い切るってことないと思うんでね。サイズも普通の 20W の2万ミリアンペアワーとそんなサイズ変わんないんで、本当にこのね今年出たスマートコビーシリーズは最先端ぶっちぎってんなって感じしますよ。さっき紹介したスマートコビーデュオと今紹介してるスマートコビートリオは両方ともねおすすめですね。 CIO のスマートコビーデュオとスマートコビートリオはこちら
両方ともレビュー動画があるのでそちらもご覧ください。次は DJI のアクションカメラ、アクション2デュアルスクリーンコンボです。こちら保護ケースも付いてますね。 4K 対応のアクションカメラです。普段 65,978円で売ってるところ 32% オフ 21,318円割引で 44,660円で購入できます。興味のある方はね買ってみてはいかがでしょうか。はい、で次がねスポンサー枠ですねファイファインの USB マイク K658 です。こちらねファイファイン様から商品提供していただいた USB マイクで、今この喋ってる声っていうのが K658 で撮ってるんですよね。ダイナミックマイクですけど、まあ本当にねこういう感じでいい感じに音取れるんで、スポンサー枠じゃなくても紹介してもいいなって感じのレベルなんですよ。サイズは大きめですけど、やっぱこうやって声が通るんで音声の編集がだいぶ楽になりましたね。僕が買った時よりもさらに安くなってるんで購入してみてはいかがでしょうか。おすすめです。こちらハイファインの USB マイク K658 のレビュー動画もありますのでそちらをご覧ください。声だけじゃなくてギターなんかも弾いてるんでよろしくお願いします。で次はおすすめ日用品コーナーです。最初にこのサロニアのドライヤーを紹介します。このドライヤーですが最近買ったんですよ。レビューしようかなと思ってるんですけど紹介しきれてないものが結構まだあって手をつけられない状態なんで余裕ができたらレビューしようかなと思ってますね。これ買った理由っていうのがですね、前使ってたドライヤーっていうのがね20年ぐらい使ってたんですよね。ある日突然電源入れても動かなくなって、しかも煙がモクモク出てくるっていう状態になっていて、あこれやべえわと思って急いで電源切ってコンセントも抜いてやってたんですけど、煙が全然止まんなくて、あやばいわと思ってて、まあ、しょうがないから水につけて煙を無理やり消すっていうようなことをやったんですけど、まあそれでね壊れたその日にサロニアのねドライヤー買ってきたんですよね。これいいところは5000台のドライヤーなんですけど風ものすごい強いんですよね。前使ってたドライヤーの2倍以上は確実に風が出てるんで、髪を乾かす時のかかる時間が極端に減りましたね。前のドライヤーの時は1回乾かしてで体拭いてからさあ出ようかなと思ったらまだちょっと髪が濡れてるんでもう一回乾かすとかやってたんですけど、もうサロニア一発ですね。ビッグカメラで買ったんですけど2021年一番売れたドライヤーって書いてあったんですけど、分かる気がしますね。これすごいいいですね。セットもすごいしやすいんで、ドライヤー新しくしたいなとかっていう風に思ってる人はねこのねサロニアのドライヤーねおすすめですね。次がね貝印のメンズアイブロウガイドです。簡単に言うと真ん中のところが鼻に当てる部分で、サイドにピュッて出てるやつが眉毛の形を整える部分なんですよ。これに沿って顔に当てると眉毛のところが長すぎたりするとはみ出てくるんですよね。そのはみ出たものをカットしていくっていうような商品なんですよね。最近過去の動画の再編集版のアップグレード動画っていうのを作ってるんですけど、過去の動画すげえ眉毛濃いなと思いながら見てるんで、貝印のやつ買ってから整いやすくなったんでね、眉毛を簡単に整えたい人はこのねアイブロウガイドねおすすめですね。で最後これアタックのリセットパワーのケース販売ですね。これがですね安いんですよね。定期お得便で買わないと2454円にはなんないんですけど、この値段で売ってるとこないですね。今インフレが強くなる前の時はだいたいこんなぐらいだったんですけど、今もう安くて3000円ぐらいなんで、リセットパワーを使ってる人はねこの機会に、ね、買ってみるというのはいいと思いますね。3月ぐらいに買いだめしたものはもうだいぶなくなってきたんで、今回ね4箱分ぐらい買いましたね。おすすめです。以上です。今回は Amazon タイムセール祭りおすすめアイテムパート1を紹介しました。パート2まではブログで公開しています。なので明日アップされる動画は Amazon タイムセール祭りおすすめアイテムパート2アンカー特集になりますのでよろしくお願いします。ブログもね明日多分パート3はアップする予定なんで、そちらもねよろしくお願いします。今回の動画が良いと感じたらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。